はい、皆さんこんにちは、佐々木敦でございます。11時半をちょいと回りました。ちょ今電話がかかってきて、電話ね無駄話をしたんですけど、352円で引けてますね、全場。ドル円は 150.22 とじわっと円高方面ですね。150切るかもわからへん、これ。原油はうにゃうにゃになりましたね、 80.31 と。注目ドルウォンですけど、おお、1341ですよ、すごいやん。なんでドル安いんやろ、ようわからん。なぜかドルは安い。あれか、利上げをしなかったからか。昨日かな、発表してましたね、利上げせずと。でも今年まだするかもしれんよと。そこか。はい、まあ行きましょう。本題は日本のですね、日本のですね、政治ですね。ザクザクにこんなん出てます。昨日の15時31分、岸田首相に不満爆発、迷走する減税で自民政調会議が紛糾、人事でも不祥事連発、3割の岩盤支持層も秋というタイトルです。最近ね、こう産経新聞系もですね、岸田さんに冷たい、読売も冷たいでしょなんかちょっとメディア対策失敗してるんじゃないかという感じがしますけど、やっぱりね、ちょっとね、本文いきますと、岸田文雄政権で炎上が続いている。政権浮揚の切り札になるはずだった減税方針は2点3点した上、国民には遅い、しょぼい、選挙目当てなどと極めて不評だ。自民党内からも不満が噴出し、10月31日の政調全体会議は紛糾した。岸田首相が力を入れた人事でも、柿沢未途法務副大臣、衆院議員が公職選挙法違反事件に絡んで、辞任した、なんか江東区長がね、なんか選挙法違反やってたみたいですね。女性問題をほじられた山田太郎文科政務官、参院議員が辞任に追い込まれており、政務官が辞任、政務官を辞任ですよね。参院議員を辞任してないですよね。不祥事ドミノ、辞任ドミノを懸念する声もある。G7 議長国として中東緊張に対する姿勢も疑問視されている。火だるま状態の岸田政権は波乱の臨時国会を乗り切れるのか。地元で評判が悪い、給付に変更すべきだ。国民に評価されていない、選挙目当てと見透かされている、内容が分かりにくい、減税を撤回すべきだと。自民党は10月31日非公開の政調全体会議で岸田首相が指示した所得税と住民税の一人計や4万円の減税方針を含む経済対策について議論した。1時間半を超えた会議では延べ48人が発言した。岸田政権に近い財政規律派だけでなく、減税を歓迎するはずの積極財政派からも批判、不満が噴出して火だるま状態だったと。萩生田光一政調会長は意見を受け止めつつ、政府をしっかり支えたいなどと呼びかけ、紛糾を収めた。1日の各メディアは自民所得減税に残す不満、共同通信、所得減税に一部異論 NHK、 不満紛失袋叩き朝日新聞などと異様な雰囲気を伝えた。自民党ベテラン議員は、紛糾は岸田政権の右往左往が原因だ、国民世論もそれを見透かしていると厳しい表情で語る。小学生までが増税メガネ等の異名が広がる中、岸田政権は9月に税収増の国民還元を宣言し、唐突に減税案を示したが世論に響かなかった。早期の衆院解散総選挙を見据えてか、10月には所得減税をぶち上げたものの、
自民党提言では減税を明記しないなど方向性が2点3点したうにゃうにゃうにゃと、続きますけども、まあ、この辺でやめますね。もうね末期症状です今岸田政権。なんて言いますか、もう自民党の先生方、特に衆議院の先生方に、見放されましたね。で今後これが回復する可能性はほとんどないです。回復させようと思ったらね、一番簡単なのは消費税を 5% しますという2年限定で 5% にしますとかそういうことです。ただそれをやろうとしたらもう財務省はもう全力で阻止に行きますからですね、実現できないと思います、岸田の腕力では。それをやりだしたら今度は財務省が岸田卸しに回るはずなんですよ。じゃあ他に何かあるかと言いますとですね、まあとりあえずはですね、靖国参拝ですねやるとですね、岩盤保守の岩盤支持層がおやるやないかっつって、どうでしょうね、 2-3% は上がるでしょうね。 NHK の調査で、まあ 2% ぐらいかな。古谷先生曰くですね、ネトウヨは 2% しかおらへんということなんですね2% 上がるんちゃうかなと。まあそれぐらいですね。あとはですね、尖閣諸島にですね、気象庁の職員を常駐させるとかね、そういうことをやるとまた 2% ぐらい上がると思いますね。それぐらいで、それ以外に何かいい方法があるかというとないですね。でまあだから、まあ、まあ無理ですね。でこの後どうなるかと言いますとですね、どこかでですね、岸田に辞めろというプレッシャーをかけるはずなんですよ。つまり自民党の総裁を辞任せというプレッシャーを誰かがかけるはずでしてですね、まあそんなに今自民党ってね大物いないんですけどね、まあ君では選挙戦えないよということですね。なんで、ね、臨時総裁選挙をやってですね、確かあれ会員型で国会議員だけが投票するというですねやり方で自民党の総裁を変えるというところに行く可能性があります。まあ、ただね、その何もないのにねそうはできないんで、何かをきっかけにすべきでしょうね。でまだ不祥事が出てるってもあんな柿沼水戸とかね、そんな小物がですねやらかした不祥事だけでは無理なんで、多分ですね大臣クラスがなんかやらかしてですね、おら岸田ってみたいなになったらですね、そういう動きになるんちゃうんかなと。ただね今ね国会ねこれから予算審議が始まるわけでしてですね、予算審議はまだええんか、予算審議は1月からか。まあこの今臨時国会ですけども、それかもうやけくその解散やるかもしれませんね、やけくその解散。はい、このままいったら来年の総裁選挙で再選されるという夢はほぼないですからね。今すぐ総裁選ってやったら絶対岸田さんになりませんよ。誰になるか分かりませんけども、でもまああと1年切ってますから、来年9月ですから総裁選は。やけくそでここで解散しておいて、まあなんとか勝ったらね、勝ったらそれで落ち着くでしょう。来年の再生の面も出てくるわけですけども、とそうするとやるかもわかりませんね。黙ってこのままずるずるいくとですね、来年の予算審議終わったあたりでもうこいつあかん下ろそうという動きになるわけですね。でそのままずるずるいっても総裁選で再選される面はほぼないですね。そこを岸田がどういうふうに呼んでですね、どういうふうに出るかということですね。まあ、唯一ですね、支持率を回復するのは消費税の減税と、来年1月1日からやりますみたいなことをやればですね、ガーンと支持率上がりますよ。なんていうか、自分が勝手に得意やと思い込んでる外交でもね、まあ、ネタないですし、大体センス悪い。大体センス悪いし、無理ですね。なんで、もうそれしかないんですけど、それやると財務省怒りますから、まあそもそもね、やっぱりね、総理をやる器ではなかったんちゃうんかなと思いますね。
やっぱり地味すぎますからね、地味で中身空っぽでしょ、あかんやんっていう、まあ無難なだけが取り柄でしたけどね、それだけのおっさんでございました。一応このザクザクのですねアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。